買い出しご苦労。君の帰りを待っている。こんにちは。こん、ジュリー、君、上白ゆ、うん、はい、私の父について。上白悟さん。はい。昨年。違います。あ、すみません。いえ、か、それでなぜ自殺か。だからこそ。なるほど。手がかりは、彼は父の死と。それで。はい、直接。うん、あなたを再び依頼に来。すみま、つまらない。お父上の調査。あ、あ、ちょっとす、もしもし、はい、わかりました。すぐに戻りますから。すみません。そのようですね。よろしくお願いします。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらない。うまくすれば上城の過去や内部事情も、又吉刑事にも。では調査を進めよう。私は再度山科誠の。その間君はもう一度、新しい事実が出てくる。ダメ元。いや、すまない。ダメ元。ご存知の通り、ダメで元々ダメで、これを略した。なかなかどうして。さて、
君もビッグな次も内田を見つけることができるかな。よし君、なんだその顔は。わけは実はそれ見つからなくて。神城が京ちゃんを。あの疑惑です。ああ、当時神城がない。俺と京ちゃんの親父さん。問題とは。上から圧力がかかってきや。その時音が神城が手を回した。それも闇の深さを。親父さんが亡くなった。今資料はおそらく、まああくまで周辺では。いや、しかしだ、世界にその名。ここは閉ざされた門。お不可能を可能にして。何、神城への侵入。うん、失礼します。あの神城UFO？ そうか、神城の親族。え、お嬢ちゃん頼む、力を。そういう、どうかな。それは構いません。おお。ですが私は私にできる。そうですね、本社。まあ俺や京ちゃんじゃ。しかしこの人が。そういうこと。わかりました。え、実際ど。侵入方法ですね。おお。とある依頼で知人の手を借りて。ではさ、助手君、先方に話を。
遅いから、あ、それらしく見、ひょっとしてちゃんとできても、おっしゃる意味、そんなこと、やりますね。迫真すぎて私、形ばかりの、でも、消えた。おや、有効お嬢様、お友達。かくれんぼ。そうです。いえ。かくれんぼには。ちなみに。はい。それでは検討をおり。よろしく。アカウントをシールする。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル。でも用が済んだらあまりな。かくれんぼで。続けていこう。
行くぞみんな。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。守備はどうか。通信先が消失。はい、騒ぎに。うん、ええ、あの人がここまでデジモンプル。いや、え、社内見学の手配で。よほど。そう、私は、うん、うん、まだ。おう、え、まずい事態になりそう。おそらくもう少し早く来た。盗聴。急がば回って。でも、うん、作戦の中止。何？他人の心配をしている場合じゃない。あ、私は助手の透明人間か。脱出時足跡。とにかく、
Thank you.
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。続けていこう。
ちゃダメだよ。行くぞみんな。